それ以降に買われた方で老後2000万円問題が3000万、4000万、5000万になっちゃうということですね。必ず忘れてはいけないのは老後の居住についてっていうところです。引退されてから賃貸で住まわれている方っていうのはさらにお金がかかるっていうことになります。こんにちは、東京不動産大学の稲垣義久です。で今回はですね、老後5000万円問題っていうお話になります。で老後5000万円問題っていうのはですね、私が考えた言葉なんですが、一般的には老後2000万円問題っていうのが聞かれるお話かなと思ってます。私41なんですけど、20代30代ギリギリ、まあ、私ぐらいの年の人とか全く実感がなかったりする人もいると思うんですが、結構切実な問題なんですね。なので、これを見てですねハッとしていただいた方はぜひ対策をしていただければと思います。以前ですね、ほとんど同じ内容をですねノートで記載させていただいておりまして、不動産を買うっていうことはですね資産形成になるのかっていうノート、これ書いておりますので、気になる方は概要欄に貼ってありますのでご覧ください。ではどういう内容かっていうと、そもそも老後2000万円問題、これ何なのかっていうお話なんですよ。でお仕事を引退された後、年金が受給されますよね。でそれの年金に対して支出がありますと。実は毎月年金と支出が5万5000円ショートするっていうことなんですね。この5万5000円を30年間で計算すると1980万円となりまして、約2000万円これが足りないというお話になります。その2000万円皆さんですね、退職金から捻出されるとか、そこまで預貯金されるとか、最近ですとイデコやニーサで運用しましょうねと、こういうことになってるんですよ。大体ここまで皆さんご存知だと思うんですね。ではこの毎月5万5000円足りないよっていうところのお話なんですが、前提となるですね住居のお金っていうのは実はですね維持費のみなんですね。維持費のみっていうと、例えばマンションをお持ちの方は管理費、修繕、積立金、これだけが予算化されているんですね。つまりどういうことかっていうと、引退されてから賃貸で住まわれている方っていうのはさらにお金がかかるっていうことになります。ではどれだけのお金がかかるかっていうことなんですが、居住費として 13,657円っていうのが予算化されております。家賃が10万円だとしてですねの場合、月々 86,343円がさらに必要ですよってことになるんですね。これをですね30年間計算しますと約3000万円ですと。で先ほどの、1980万、要は2000万円とこの3000万円を足して老後5000万円問題ですよっていうお話をしているんですね。賃貸派、持ち家派、これはですねもう論争としていろんな方が言ってますし、ずっと尽きない論争なんですが、必ず忘れてはいけないのは老後の居住についてっていうところです。でもちろんお金の観点もあります。申し上げた通り、持ち家がない方はさらに3000万円かかりますっていうこと、それから賃貸で住まわれるとして入居審査時にですね年金受給者ですと言って審査が通る可能性が結構低かったりします。こういったところも含めて老後のですねお金、それから居住の確保っていうところは非常に重要かなと思います。ではですね30歳で、持ち家を持たれたっていう方ですね、この方の場合は老後2000万円のシミュレーション通りに動くことになります。関西年齢が65歳、引退されたタイミングで年金が受給されます。なので居住費として1万3000円程度っていうところで一生涯暮らすことができます。ところがですね35歳で持ち家を持たれた方です。でこの方の場合は関西年齢が70歳になりますよね。そうすると65歳で引退されて向こう5年間ですね住宅ローンの支払いが残ってしまうんですね。なので、まあ、35歳でお家買うっていう方は全然普通だと思うんですが、40歳45歳と後ろに行くにつれて引退された後に住宅ローンの支払いが残る、ここを忘れないでいただきたいですね。つまり30歳でお家を買われた方とそれ以降に買われた方で老後2000万円問題が3000万、4000万、5000万になっちゃうということですね。ここは皆さんですね気づいてないと思うんですけど重要なところです。いや大丈夫だよ、貯金がめちゃくちゃあるからとかですね、投資すごいしてるから全然問題ないよと、まあ、こういう方は大丈夫なんですけど、一般的にはですね1000万、2000万、3000万、
なかなかそれだけのまとまったお金を貯蓄するっていうのは難しいですし、投資を行ってそこまでお金を増やす、これは容易ではありません。で、まあ甘い言葉がたくさんあってですね、お金を入れればですね、すぐ増えるとかですね、そういったことは世の中に溢れていますが、実際コツコツ貯めるとかですね、本当に小さい複利で運用していってゆくゆく大きくするとか、こういったことしかお金を増やす方法っていうのはありません。なので、まあ大丈夫だよって思ってる方いらっしゃると思うんですけど、今一度考えてみてほしいなというふうに思います。例えばなんですが、30歳の方がですね、今家を買おうかなって思ってますと、この方が値下がりを待って家を買おうとしている場合ですね、どういった支払いになるのかっていうところをシミュレーションしてみました。まず2021年に30歳の方がですね、5000万円の物件を買いましたと。65歳以降の支払いは先ほど言った通りゼロですね、はい、で月額の支払いは14万円になります。で、仮にですが、このケースで2026年35歳のタイミングで4000万まで値下がりしましたと。1000万下がったんですね。これはお買い得ですよね。その場合月の支払いが11万ですと。3万円違います。大きいですね。で、ところが65歳から70歳までの間、月11万円の支払いがありますよってことなんです。まあ、別に値段が下がってるのがいいじゃないかっていう観点もありますが、収入がない状態で11万円払うのか、収入がある時点でプラス3万払っておくのか、これはまあ価値観だったりとか総収入とかによってくるかと思うんですが、値段が下がって、では結果的に安くなったからいいよねっていうお話では単純にはならないよっていうことを覚えておいていただきたいなと思います。なので、完済年齢というのは非常に大事です。仕事があるうちに住宅ローンを完済させる、で老後の住宅を確保する、これは非常に大事なことなので、皆さん覚えておいていただきたいなと思います。なので、いろいろなケースを解説させていただきましたが、家を買うっていうことはですね、老後の住宅を確保するっていうことなんですね。でもちろん賃貸であれば、逆に言うとですね、住み替えが容易にできるとかメリットもたくさんあるんですが、持ち家を持たれてですね、その持ち家で居住費っていうのを最小限に抑えるっていうことは老後の備えとして非常に大事なことなので、覚えておいていただきたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。ためになったと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントぜひお待ちしております。 LINE の登録もぜひお待ちしております。今なら有料の1980円のノートを無料で配布中です。